ぞ。ホットウイスキートリーです。バレンタインにチョコ&ウイスキーはありですかということですが、私はいいんじゃないかなって思います。ウイスキー自体を引き立てられるかどうかという観点だと難しいのですが、ホットウイスキーに砂糖を入れず、当てとしてチョコレートを添えるっていうのはバレンタインの演出としてかっこいいと思いますよ。ところで、映像ではレモンに黒い点が映っていると思います。これはレモンにスパイスの一つであるクローブを刺したもの。クローブは水に浮かぶので、レモンに刺しておくと口の中に入ってこなくなったりと便利なのですが、柑橘類にクローブを刺す原点は中世時代にあったポマンダーっていう魔除けの名残なんじゃないかなって思います。興味があれば調べてみてくださいね。それではありがとうございました。